マラガはアンダルシアの南部中央に位置しています。起伏が多く、山は海のすぐそばまで迫り、県のほとんどが山岳地帯と言えましょう。ヨーロッパにおける最良の気候のおかげで、毎年マラガのビーチには大変多くの人々が訪れます。マラガ観光は質が高く、興味深く、バラエティに富んだ選択を提供します。盗賊の物語を彷彿とさせる山岳地帯には、自然に囲まれた驚くほどの美しさと魅力あふれる村々が存在します。広いコスタデルソルの海岸は、訪れる人にあらゆる魅力を提供します。素晴らしい設備を揃え、見た目も美しいマリーナや豪華なホテルの一群は人の目を引きます。マラガはまたゴルフを楽しむにも格好の地です。たくさんのゴルフ場があるだけでなく、その手入れの行き届いた状況、さらにここならではの気候条件に恵まれ、コスタデルソルはスポーツ愛好家にとって最高の観光目的地となっています。豊かな歴史、文化、伝統のゆえ、マラガ県は何十年にもわたってヨーロッパ最大の観光地の一つとなっているのです。マラガは旅人のパラダイス。世界に面したマラガ市はコスタデルソルの中心都市です。天才画家パブロ・ピカソの洋蘭の地でもあります。街の通りやモニュメントには、アンダルシアのその複雑な歴史が刻まれています。フェニキア人、ギリシャ人、ローマ人の時代、ここは商業の重要な中心地でした。イスラム教支配下になると、簡単に値する防衛の要塞アルカサーバが建設されました。アルカサーバに隣接するヒブラルファーロ城は、壮麗な姿で街を見下ろし、ここを訪れた人に港や闘牛場、そして大聖堂などの素晴らしい景観を提供しています。大聖堂は街の主要モニュメントです。建設に250年もかかったため、特異で様々な建築様式の足跡を残しています。マラガを訪れたら、足の向くまま気の向くまま、成り行きに任せ街角をぶらつくのが一番でしょう。そうしているうちに、豊かな歴史と文化の遺産、美しい公園、19世紀の建物の数々、これらに出会うことでしょう。もちろん、街並みの向こうに覗く海との出会いもあります。Thank you.
マラガは今日ヨーロッパで最も活動的な空港と、そのたくましい経済力を持ってダイナミックな国際都市として世界の脚光を浴びています。マラガ、人生の楽しみ方を学ぶには格好の場所です。